皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はですね、こちらの日本酒獺祭45のレビュー動画となります。これですね、先日動画出しましたので、またかよって感じなんですけど、これはですね、なんと2021年1月製造なんですね。でこれはですね、前回のものは結構古い製造のものを買ってしまって、本来のコンディションじゃないんじゃないかなという疑惑を持ちましたの で今回ですね、製造日を見たらもう作りたてだったので思わず買ってしまいました。ではどのように違うのかレビュー行ってみたいと思います。まず開栓時なんですけど、穏やかながらもしっかりとした熟した梨のような甘い吟醸香を感じます。でこれはですね、嗅いだ途端に、あ、これこれって思いましたね。実際獺祭45を飲んだことなかったんですけど、やっぱり前回の獺祭45はこれがあまりになさすぎるというか、香りが穏やかすぎて持ち味じゃないと直感的に感じたんですけど、もうこれで本当に確信しました。全く前のはちょっと劣化していましたね。それではレビュー続けます。口に含みますと、しっかりとしながらも透明感のある甘み、ほんのわずかに微発泡感を伴った酸味。微発泡感はそんなにすごく強い方ではないんですけど、まあ、例えばですね、風の森とかそういう感じの強さでは全然ないんですけど、本当にわずかに微発泡感を感じますね。あとわずかな苦み、わずかな渋み、旨味、アルコール感はあまりなく、滑らかな深みやコクを感じて、少し辛さを感じた後のキレが非常にいいと思います。余韻にはわずかに米風味が残ります。含み感も非常にフルーティーですね。で今度はですね、獺祭温め酒というのが前回レビューした動画の中であったと思うんですけど、こちらの獺祭45を実際熱燗にしてなかったので、今回そちらとも比べてみます。温度50度程度の湯煎でのお燗にすると、フレッシュな感じは失われないんですが、苦味辛味を帯びていて立ち上るアルコール感もありまして、思ったより通常のお燗酒らしさが出ましたね。まあ、なんか本当にいかにも熱燗って感じのイメージが出て、これはこれでとても美味しいと思います。獺祭45温め酒の方には、この辛さとかですね、苦味というのはこんなに強くなくて、いかにもお燗したお酒っていうイメージがないので、これはイメージがだいぶ違いますね。まあ、僕はですね、普通の日本酒の熱燗だとか、まあ、どちらかというと結構熱々の飛び切り感というのが好きなので、どちらかというと僕は通常の獺祭45でお燗した方が好きですね。でせっかく前のものがありますので、一応この飲み比べてみますね。2020年7月製造のものと飲み比べてみます。でこれはですね、開栓後10日くらい経ってると思うんですけど、まあ、飲んでみたらですね、味の印象はそんなに変わりませんでした。開栓時とそんなに違わないので、実際にレビューした時のものとそんなに変わらないんですけど、やっぱりですね、こちらに関しては味の起伏が少なく、味が平坦だと思いますね。あっさりとしていて飲みやすくて、悪いとは言えないんですけど、やはりですね、果実味も日本酒らしさも失われているように感じます。全体的な印象なんですけど、とても透明感のある甘みが綺麗で、フルーティーな含み感を伴うので、果実味のある日本酒という感じがあります。まあ、この獺祭はですね、まあ、例えばですね、日本酒らしくなくてワインみたいで美味しいみたいな感じ方をされる方も結構多いのかなと思いますけど、実際ですね、ワインに寄せた日本酒っていうのも結構あると僕は感じていまして、まあ、例えばですね、愛知県で有名な日本酒、どことは言わないですけど、まあ、とてもワインっぽいような感じはするんですね。ただ日本酒が好きな僕としては、日本酒らしさがない感じがしまして、あまり実は好きじゃないんですよ。なんですけど、この獺祭に関しては、その日本酒にしては飲みやすいというところはあるんですけど、
しっかりと日本酒の範疇という感じがしまして、後味の辛みっていうところが特に効いているかと思うんですけど、日本酒であることを忘れない感じがとてもいいと思いますね。日本酒飲んだことがない方とか本当に初心者の方にはぜひ飲んでほしくて、もしですね日本酒飲んだことないのになんか強そうとかちょっとネガティブなイメージを持ってたり、あとこちらの銘柄を飲んだことがない方で日本酒飲んであんまり美味しくないとか思ってしまった方は、とりあえずこの獺祭45っていうのをまず飲んでみてほしいですね。まあそういった方に本当に僕はとても一押しする日本酒となります。でおかんの後にですね、再びまた冷たい状態で飲んでて、この瓶が本当に一瞬で開いてしまいました。やっぱりですね、本来のコンディションの獺祭45とても美味しかったですね。前回の本来のコンディションじゃないという状況は動画にしてアップしましたけど、これは一応消さないでおこうと思います。というのはですね、やはり日本酒も焼酎も飲んだことない銘柄でもなんとなくおかしいなって思うのを気づくことができるような、まあ一応経験を持っているのでそういうことがわかるんですけど、もしですねこれを全く飲んだことない方、日本酒が全く飲んだことない方が味が違う状態で飲んだらわからないと思うんですよね。なので一応こういう未開栓の状態でも品質に変化が起こっている可能性がありますよということで、注意喚起といいますか、まあ、こういったことがあるということを広めたいとは思っていますので、そういう意味で残したいとは思います。日本酒なんか本当に劣化しやすいんですけど、今回ですねちゃんとした特約店で、しかもずっとそこで冷蔵庫で保管して売られていたというものに関してもこういう風になっていたということで、僕にとってもちょっと意外ではあったんですけど、まあでもこういうことは平気で起こりますね。焼酎に関しても未開栓の状態でそれはありますので、その点に関しましても皆さんお気をつけくださいね。初めて飲む銘柄が例えばあまり美味しくないとかなんかおかしいと感じたら、もしかするとその焼酎の元々のコンディションではなくて、それは劣化による変化が起こって美味しくなくなってしまったのかもしれないです。まあ、そういったことがあるということをこの動画でお伝えしたいと思います。あと入手の方なんですけど、こういう劣化のこともありますので、一応ですね特約店の方で、しかも製造日を見ながらですね購入されるのがよろしいかと思います。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。